武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は名古屋外国大学の、国語、まあ、現代文ですねの勉強について話していきたいと思います。こちら現代文のみの、出題となっています。で、一般入試だと大問が2題、出題される形で時間が60分となっています。で、割と知識系の、出題率高いです。漢字だったり、まあ、語句だったりですね、あとはまあ接続詞の問題だったり、こういった部分、それぞれ、それなりに出てきますので、この部分では取りこぼしないように、まあ、あの漢字などもマーク式、なので、まあ、マーク方式の、まあ、センターの漢字だったりですね、あのあたりもしっかり押さえていくように心がけてください。なのでキーワード集と、まあ、漢字、あとはまあ四字熟語など、このあたり余裕があれば、やっておくと、まあ、四字熟語というよりは熟語ですね、などが出てきやすいので、漢字のしっかり、暗記はしておきましょう。で、入試の問題の注意点、としてはですね、文章が割と長め、そして選択肢もちょっと文章の、あの選択肢の選択肢それぞれの長さが長いので、制限時間内に終わるかどうかっていう点が、かなり重要と、なっています。おそらくその、まあ、自分のペースで読んでいこうみたいな形でやると慣れてないと、まあ、ほぼ確実に時間オーバーするかなと思いますので、あのじっくり読んで、答えを一個一個丁寧に選んでいくっていうよりは、まあ、ある程度その速いスピードでパッパッパッパ解いていかなきゃいけないという形にはなりますので、あの短時間で読む練習ですね、まあ、センターの評論だったりで練習しておくといいかとは思いますが、全体的に選択肢読む速さ、選択肢切る速さっていう部分を問われますので、常にスピードを意識した解き方をするように心がけてください。でレベルとしては、まあ日大レベルやセンターなどの参考書をしっかり仕上げておけば対応できるかとは思います。ただまあスピードと知識の部分どちらも取りこぼさないようにしっかり対策をしておきましょう。以上が現代文の勉強となります。